競技の様子を描いた版画、左からジョン・アダムズ、エドワード・ラトリッチ、ベンジャミン・フランクリン、リチャード・ハウ。制作者は、アロンソ・チャッペル・スタテン島和平競技は、アメリカ独立戦争中の1776年9月11日に、ニューヨーク州スタテン島で開催された、戦争を終わらせようとした競技である。スタテン島にあるクリストファー・ビロップ大佐の住まいである。 ビロップ領主館で行われた。出席者は、イギリス側が、リチャード・ハウ・提督アメリカ側は、第二次大陸会議の大議員、ジョン・アダムズ、ベンジャミン・フランクリン及びエドワード・ラトリジだった。ハウ・提督の権限は、意図的に限られたものだったので、大陸会議代表団は会議の結果について、初めから悲観的だった。会議が開かれたのは、ロングアイランドの戦いが行われ、 イギリス軍が同東を占領した日から間もないことであり、アメリカ側は2ヶ月前の7月4日に発した独立宣言を認知してくれるよう固執したのに対し、ハウの限られた権限ではそこまで踏み込めなかった。この協議後、イギリス軍はニューヨーク市の支配を目指した作戦を続けることになった。リチャード・ハウ提督、協議の提案を行い、イギリス側の代表となった1775年、 遅くと1776年初期にイギリス当局が反乱を起こしてきたアメリカ植民地への対応を練った時大規模な陸軍を派遣してニューヨーク市を占領することに決めた。海軍のリチャード・ハウ提督と陸軍のウィリアム・ハウ将軍の兄弟がそれぞれその作戦で陸海軍を率いることになった。ハウ兄弟はさらなる力を示す行為なしに この紛争を終わらせることが可能であると信じていたので、その軍事的な役割に加えて、外交的な権限を認めてもらえるよう要求していた。ハウ帝クは1774年と1775年に、非公式にベンジャミン・フランクリンと植民地の不満について協議したことがあったが、有効な解決策は得られなかった。ハウ将軍は、植民地に対する課税の問題が、 イギリスの議会の優越性を保ったままで解決できると考えていた。当初イギリス王ジョージ3世はしぶしぶながらも、ハウ兄弟の限られた権限を承認したが、植民地担当大臣のジョージ・ジャーメインは、強行路線を選び、代表がないままの課税いわゆる耐えがたき処方について、植民地側の免除されたいという要求に対して、何らかの譲歩を行う権限は与えられないと主張した。 その結果、ハウ兄弟は、恩社と特者を与える権限のみが認められ、実質的な情報を行う権限は認められなかった。ベンジャミン・フランクリンとハウ提督は、以前に植民地の不満について協議したことがあった1776年7月に、イギリス艦隊が北アメリカに到着した後、ハウ将軍は、大陸軍のジョージ・ワシントン将軍との対話を行う、試みを数回繰り返した。 ワシントン宛ての手紙を届ける試みは、ハウがワシントンの肩書きを認めようとしていなかったためにニ度までも拒絶された。しかし、ワシントンはハウの副官の一人、ジェームズ・パターソン大佐と直に会うことに合意した。7月20日に行われたこの会合で、ワシントンはハウの外交権限が恩赦を与えることに限られていることを理解し、アメリカ人はいかなる誤りも犯していないので、 恩赦を与えられる必要はないという見解を返した。その後、ハウテイトクがベンジャミン・フランクリンに和平の提案と恩赦の申し出を承実した手紙を送った。7月30日にフランクリンは大陸会議でこの手紙を読み上げた後、ハウテイトクに次のような返書を送った。まさに傷つけられた側である植民地に恩赦を与えると指示することは、我々の不満を増やす。 以外の何の効果もない。最も理不尽な野蛮性と残酷性で我々の無防備な街を焼き、我々の平和な農夫を虐殺することで、その野蛮性を増長し、我々の奴隷をしてその主人を殺させ、さらには外国の傭兵を連れてきて、我々の開拓地を血で汚すことまでやるような政府に対して真入を考えることは不可能である。フランクリンは、 ハウテイトクに対して、あなたは和解の協議を行う可能性をかつて私に与えたという指摘もしていた。ハウテイトクは、このフランクリンの強烈な反応に対して、いくらか行転させられた可能性がある。これが軍事作戦を遅らせることになり、それを我々は大いに望んでいると考える者がいるかもしれない。私はそうは考えない。 この戦争を続けることについてその君主や主人に明らかな憎悪を抱かせると考える者もいる。私はその可能性を望む。トーリーを黙らせ、臆病なホイックを勇気づけると考える者もいる。私はこれも望ましいと思うが、期待はしない。これらの議論はすべて、また他にも強力な見解があるだろうが、その必要性、妥当性、あるいは有益性について、 大陸会議が決心しなければ私は同意しないだろう。私はそれに最初から最後まで反対だった。あらゆる関係者が私を派遣することに同意した。あなたは私の任務について多くのことを聞くことになるだろう。それは十分に有名なことになる。 ジョン・アダムズからジェームズ・ウォーレンに宛てた手紙、1776年9月8日、1776年8月27日の論文。ハウ将軍はその後それまでに得た利点を確固たるものにするために停止し、兄弟で外交交渉を行うことに決めた。先の戦闘で、ジョン・サリバン少将など、幾人かの大陸軍高級将校を捕虜にしていた。ハウ兄弟はサリバンを説得して、 大陸会議の大議員と協議することが成果を生む可能性があること、サリバンを仮釈放で解放し、フィラデルフィアの大陸会議に伝言を運ばせること、その伝言はイギリスと反乱植民地の間で行われている武装闘争を終わらせるために非公式の会合を行う提案であることを納得させた。サリバンが大陸会議で演説した後、ジョン・アダムズはサリバンをおとりのかもと呼び、 イギリスが我々の独立を断念するように誘うためにサリバンを派遣したと求断し、この外交の試みについて冷笑的なコメントを出した。大陸会議が戦争を長引かせようとしていると非難する試みのようにも見えるというものもいた。しかし、大陸会議はイギリスの申し出に同意し、ハウテイとの会談にアダムズ、ベンジャミン・フランクリン及びエドワード・ラトリッチの三大 この三人はいくつか質問し答えを引き出すよう指示されたがそれ以上の権限はなかった。ハウがこの施設団の限られた権限を知った時会合を延期しようと考えたこともあった。施設団の誰もがこの会合で何かが得られるとは思っていなかった。イギリスの政策では大陸会議を立法府の権限を持つ主体と認めていなかったのでハウ提督は施設団に 一般市民として会うことを求めていた。しかし会議を実行するために、大陸会議の公式代表として認められるべきという、アメリカ側の要求に同意することになった。ジョン・アダムズ、競技の成功を信じていなかった、スタテン島にあるクリストファー・ビロップ大佐の住まいが、会合の場に選ばれた。そこは、イギリス軍の兵舎とするために占領されており、不潔な環境にあったが、一室が清掃されて、 会合に備えられた。この会合の間、イギリス軍の士官一人が人質としてアメリカ側に預けられたが、大陸会議代表団はその士官をアメリカ側に残していくのではなく、自分たちと同行するよう求めた。代表団が到着すると、ドイツ人傭兵の整列で護衛されて、家の中に入り、アダムズによれば、クラレット、ハム、羊肉及び、絶肉の料理が供された。 会合は三時間続いたが、どちらの側も共通の土俵を見出せなかった。アメリカ側はいかなる交渉も最近発した独立宣言をイギリスが認知してくれることを要求することに固執した。ハウテイトクはその要求に応じる権限を与えられていないと述べた。エドワード・ラトリッチがハウテイトクにサリバンが主張していたように通商禁止法を撤廃する権限があるかを尋ねると、 ハウはサリバンが間違っていると言って、それを否定した。ハウの権限には、植民地にイギリスの議会が課した税の代わりに決められた負担を担うことに合意すれば、法の執行を停止することができることが含まれていた。このことは、植民地が、まず敵対行為を止めることに合意しなければ、実行できないはずだった。この会合の大半で、双方の態度は、和やかだった。 しかし、ハウテイトクがアメリカを失うことは、兄弟を失うことのように感じると表明すると、フランクリンは、あなたの君主が、その喪失感を味わわないように最大限の努力をするつもりだと伝えた。ハウテイトクは、不満げにアメリカの代表団をイギリスの親民としてしか見られないと述べると、これに対してアダムズが、あなたの君主は、あなたの気に入る見方で、私のことを考えるかもしれない。 イギリスの新民という見方を除いてと答えた。ハウ・提督はアダムズには答えずに、フランクリンとラトリッチに向かって、アダムズ氏は、意志の固い性格だと思われると語った。協議が行われた館大陸会議代表団は、フィラデルフィアに戻り、ハウ・提督は、我々に、何の提案も行わなかった。ジョン・アダムズはその後長年経ってから、ハウ兄弟が提案した御社のリストから、 自分の名前が意図的に外されていたことを知った。大陸会議はその報告書をコメントなしで出版した。ハウテイが会合の記録を出版しなかったので、その結果はイギリスの弱さを示すものと考えるものが多かった。しかし、多くのロイヤリストやイギリスの傍観者の中には、大陸会議の報告書が会合の様子を不正確に伝えていると考えるものがいた。ある。 イギリスの評論家は、この会合について、彼らは出会い、話をし、別れた。今、戦い続けるしか残されていない。と記した。ハウ・テイトクは協議の失敗を弟に報告し、二人でニューヨーク市に対する作戦継続の準備に取り掛かった。この会合の4日後、イギリス軍はマンハッタン島のキップスワンで上陸し、ニューヨーク市を占領した。 この協議に続く和平ための大きな動きは1778年のことであり、イギリスがカーライル伯爵の率いる和平施設団を占領しているフィラデルフィアに送った時だった。彼らは大陸会議を交渉相手として認める権限を与えられており、現代のイギリス連邦の自治領にほぼ相当する自治政府を提案した。当時イギリス軍は フィラデルフィアからの撤退を計画しており、アメリカ側がその施設団の権限を与えられていないことも要求したので、この試みは挫折した。スタテン島和平協議が行われた家は、現在、私立公園のカンファランスハウス公園の中で、博物館として保存されている。アメリカ合衆国国定歴史建造物であり、アメリカ合衆国国家歴史登録財にも指定されている。 ありがとうございます。